とんでもない大谷のポスター。米ロサンゼルスの記者がオールスター開催地であるシアトルの街でまさかの光景に出くわしたことを報告している。シアトルの街中、歩道に立つ木製の青い看板、書店の案内をする文字が並ぶが、看板の下にはフリー賞、トレード賞と大きく書かれ、背番号17のユニフォームを着た左バッターのイラストが描かれた2枚の紙が貼られていた。よく見ると看板の上には手書きでフリー解放、トレード賞、リバーシブルのポスター15ドルと書かれた紙も貼られていた。大谷はエンゼルスとかいう牢獄から抜け出せ。さすが大谷さんやね。仮にトレードなってもシアトルにはいかんやろ。大谷をいいところで働かせようとか日本人と思ってること一緒じゃねえか。日本人は意外と保守的だから、このままエンゼルス残ってほしいと思ってるやつも多いと思うで。日本人はエンゼルス自体に愛着湧いてるしな。エンゼルスとかいう環境の悪すぎる監獄。言うほど牢獄か。ただ純金の置物がいくつもあって、先発がしょっちゅう爆発してリリーフがナイトメアで、死んだ目で頑張っとるトラウトが報われないだけやろ。アバシリと変わらんだな。アバシリで結果残してもあかんのですよ。やっぱり優勝争いというプレッシャーの中でプレーしないと選手としてはね。むしろ今が割と自由にできてると思うわ。他に行けばここまでいかなそう。着工の時は近いようやね。アスレチックス打ち来る。これの世界戦来たら MLB 見るのやめるわ。令和の奴隷解放運動。エンゼルスではなくドジャース来た。ドジャースだけは大谷行かないだろうな。下品すぎる。いやどうやろうか。選手間アンケートでは大谷はドジャース行くだろうの意見が過半数やで。シアトル大歓迎やな。大谷大好きなんやろ。オールスター用の看板とか壁画、あとは駅のラッピングまでいい位置を飾ってるし、ユニ売り場も一人だけ拡大されとるわ。 WBC コーナーはトラウトと二人で紹介されてて、写真撮ってる人多かったな。現地性おつやで。シアトルは日本人の恩恵かなり受けてる球団だからな。大谷が欲しいというのもわからんでもないぞ。